こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。川崎市中原区のお客様のところに礼拝物供養処分のお引き取りに伺いまして、梱包作業が終わったところです。中央のプチプチでくるんである一番大きなもの、こちらが仏壇の上側本体の部分です。そして画面向かって左側の下のプチプチでくるんであるもの、こちらが仏台の下台の部分です。そしてその上に乗っているもの、こちらもプチプチでくるんであります。こちらが経机なんですけれども、足はすべて抜きまして引き出しの中に収めてあります。そして右側の段ボール箱、下側の大きな段ボール箱の箱の中に使われていた仏具が一式すべて入っております。上の小さな段ボールの箱の中には白い紙で、柔らかい紙で包んだ掛け軸が入っております。これから車に積み込みまして、すべて当店まで運びまして、他のお客様との供養処分のものと合わせまして、お坊さんにしっかりとご供養をしていただきます。礼拝対象物の掛け軸に関しましては、魂抜きの平原のお経をしていただいた後に、専用の焼却炉にて焼却、つまりお焚き上げですね、火で燃やす形のご供養処分をさせていただきます。ありがとうございます。